連合軍は楽器との激戦を制し、浅井長政らを仲間とした。だがオリンポスの英雄ペルセウスの身柄を奪われてしまう。楽器がペルセウスを奪った理由は不明であった。アレスらの命令なのか、彼女の意思なのか、それともオロチにつながる何かがあるのか。仲間を失い意気消沈する連合軍のもとに新たな英雄が異界に現れたとの報告が届く。連合軍はアレスらに先んじて戦力を増やすべく出陣した。すでに神の軍勢が。ナタ殿の言う通り、彼らも新たな英雄の存在を嗅ぎつけていたか。ほう、覚えのある旗印よな。猿、世の邪魔をするか。てことは殿もあっちにいそうですな。感動的な再会となればいいんですが。主と戦うことになるんですね。お辛くはないですか？それともまさか派手に寝返る気か？おっと、誤解しないでください。ひとまず顔を見たいって話です。あのお方は何でも表情に出じまいますから。うん、随分と理解しているのだな。いい進化を得られて主君は幸せ者だ。まあその分気苦労も多いですがね。さあ、おしゃべりはこの辺にして、新たなお仲間ってやつを救いに行きましょう。敵を率いるは猿か。この戦、全力で行くぞ。世が預かろう。まずは敵のごつねを蹂躙してくれよ。ぞ、わしに任せ。趙雲殿、救援に来てくださったのですか。私は自力で抜け出しましたが、まだお二人は。脅威、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出してみせよう。どうも嫌な予感がするの。清正、正則、慎重に行くんじゃ。敵将二人、この男福島が下してやるぜ。剣を据えてくれるわ。あのバカ、お城から敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。これはどうだろうか。見知らぬ土地でいきなり囲まれよとは。いやいや、後悔しろ。やすやすと屈指はすんぞ。我に戦う降伏しない。急がねば二人が敵の手に落ちてしまう。耐えてくれ高中。みんな行こう。よし、とも。敵将、私が撃ち取った。私の知略が破れようとは。腕の差がありすぎる。死にまた新てが今日押し返しておるぞ。よしよ、すまん、あとは頼んだ。ドゥルービー殿の軍に救われるとは、ありがたいことじゃ。終わらせてみせる。入れ替え出てこないわ。引っ張る横だね。私が言って聞かせてあげるよ。行くぞ。とどめだ。世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪みはないんでしょうけどね。敵の敵、油断しちゃったかな。お前の横にいれば俺も誰かの視界に入れる。よし、いっそもっと目立ってくれ。
信長様、ウムラの戦、強じよう、強じようとか意味わかんねえけど、怖え。これはあれだ、休憩するだけだから。あ、劉備、また救ってくれた。我、嬉しい。コーチ殿、ギエンドのを救い出せてよかった。退路はこの強迫薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。コーチとギエンを連れ撤退するぞ。火は満ちた。猿の角、拝みに行こう。なんと、ありゃ信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいな。秀吉様、落ち着いてください。いざとなればさっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが、あの力を使わにゃならんかね。そう、ウヌが真意、信長が見極めてくれよう。サル世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。秀吉様、今のうちに撤退を。よろしく頼む。はい、大友。はぁー、はぁー、はぁー、なんとか貴様だ、三成、よすぐ。化けたのは猿の子がい。面白い話でもなかろう。好きにしてほしい。敵は信長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。打ち取った。悪いな、引かせてもらう。私が行こう。引く。すまん。終わらせてみせる。素晴らしき技の数々。きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。ひでん、終わらせてみせる。あいつなんだか目立っててずるいよな。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。わしに任せ。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおうか。くれた。おお、ギエン、またお前に会えて嬉しいぞ。さすがなるご活躍。これはあなたと共に戦えることを誇りに思います。我が軍に仕留め。はい、はい、はぁー、はぁー。ウヌが武、見事ぞ。私が行こう。わしに任せ。なかなかに鋭い矢を放つな。
小娘にしては筋がいいわ。あなたこそ革新の弓さばき、お見事。ですが小娘とは失礼です。すまぬ、こんしとなら良い戦ができそうだ。私がいた。私が行こう。わしに任せ。人間二人を捕らえるのに何を手こずっている。剣道は塞がれたか。あやつとの戦いは避けられんな。固い絆を見せるぞ。はい。はあ。郊外が真の三国無双か。だんだん若返ってないか。ほう、選ばれたのは秀吉ではなく三成だか。しかし力を持ちながら敗れるとは意外に。うん、女神の登場だな。関東殿、彼女を倒せば大いに目立てましょう。いや、それはそうかもしれんが、さすがに相手が悪い気がするぞ。一つ問いたい。ベルセウス殿は無事か。何をよまいごと。奴はお前たちがかくまっていたであろう。いや、先日ダッキに連れ去られたが、彼女とお前たちは仲間ではないのか。駒も増やせず引くことになるとは。やれやれ助かった。じゃが、聞きたいことが山ほどあるわい。仲間、会えた。嬉しい。なるほど。この年になって、まか不思議なことに巻き込まれたもんじゃわい。救われた恩を返すためにも、元の世界に戻るためにも、今日白薬治癒をもってお役に立ちましょう。我劉備のため頑張る。ああ、どうかよろしく頼む。それにしても妙ですね。アテナはダッキとは関係がないようでした。我らは一体誰と戦っている。想像以上にややこしい世界だ。殿も楽しそうな格好の割には随分頭を悩ませてるみたいですよ。好感謝、若い者には遅れを取らんぞ。我戦う敵倒す。今日白薬大使をなすまで突き進む。なんとかなったようだ。よかったよかった。ゼウスは神々の王、秀吉様は人の王として世を支配する。あのアレスとやらの言葉、本当に信じていらっしゃるのですか。そうじゃな。ま、
今一つだけ言えることがあるとすれば、三成、お前はお前の思う通りにせ。秀吉様、戦界と人間どもの抵抗は予想以上に激しい。貴様と秀吉にはもっと力を尽くしてもらわねば。一つ忠告しておく、うん、人をザレ事で操ったつもりかもしれぬが、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされよう。真の王の言うことだ。ありがたく聞いておこう。なぜ真意を話してくださらぬのか。誰だ。貴様、報告、ダッキーを発見しました。アテナの軍と争っている模様です。ダッキーとアテナが。やっぱりお二人は手を結んでるわけじゃなかったんですね。ペルセウスさんをめぐって争ってるんでしょうか。可能性は高いと思います。ダッキとアテナの手から必ずペルセウス殿を救い出さねば。だったら腕輪を持っている人はみんな行った方が良さそうですね。その戦場を地獄とつなげようぞ。戦場を混沌で染め上げてやろう。よかったです。特に戦う理由、大事な人のことを語り合えて、一はより強い気持ちで戦に臨めます。